こういうね、リスクが高いものは、もう10年、20年後の、もうお子さん、お孫さんのことを考えたら、廃炉するしかない、もう結論がね、決まってる。エネルギー源としては、これはもう原子力に依拠しない。これをね、はっきりと私は述べておこうと思います。で、3番目の私の政権公約としては、何を実現したいかというと、これはね、安全保障。安全保障制度の抜本的な改革する。簡単に言えば、まず私がしたいことは、日米安保条約。これをね、一旦、白紙撤回する。もうね、1951年から日米安保条約結ばれて70年近い。これね、確かにね、今までアメリカのそういうね、傘のおかげで、まあ、彼らが言う核の傘とかね、そういう安保条約のおかげで、確かに助かった部分は多いだったかもしれない。ただね、今の国際情勢を見たときに、本当に今の与党がやってるような日米安保条約の強化、オーストラリア、インド、韓国、こういう国々とね、タッグを組んでやっていくっていう軍事同盟、これが本当にね、日本の10年後、20年後の社会に本当に安全のためにいいのかというのをしっかりと考えていく。でね、今の国際情勢っていうのは、結局ね、国際連合あるけども、今ね、ニュースで盛んに言ってるように、イスラエルがね、もうアナン事務総長を入国拒否してる。もう国際連合っていうのがね、今ね、ほとんどね、機能不全。もうね、皆さんご存知のように、常任理事国、常任理事国の拒否権がある。このね、拒否権がある限り、もう絶対ね、南北国連で話し合っても、全部拒否されちゃう。イランが出ても、中国、ロシア、アメリカ、あの辺りが結局拒否しちゃうんですよ。だからね、国連がね、ほとんど機能しない。もう舐められた状態になってる。でね、じゃあということで、今ね、盛んにロシア、中国、そして北朝鮮、イランかな、そういうところで、軍事同盟、軍事練習がね、もう共同の軍事演習がどんどん盛んになってる。かたや、今さっき言ったように日本は日米安保条約を中心に、そしてヨーロッパでは NATO、こういうね、お互いに、そういう軍事同盟を作り合って、軍事演習を行ってる。これね、どうなると思います？これね、温故知新という形で考えたときに、古くを温めて、新しく知る。10年後、20年後を知るために、古きをね、少し温め直す。過去を見てみたときに、第二次世界大戦、大きな大戦が起きたのは、もうね、きっかけは同盟ですよ。軍事同盟。第一次世界大戦は三国同盟と三国協商の戦い。第二次世界大戦は皆さんご存知のように一族に三国同盟、そして連合国、この戦いですよ。結局ね、同盟を強化しても結局ね、戦争起きちゃった。第一次もう世界大戦起きちゃった。で、国際連盟もできた。国際連合もできた。だからね、今度はね、国際の制度とか規則、こういうものを作って平和を守ろうとしたけども、これも失敗してる。今さっき冒頭に述べたように、国際連合もね、ほとんど機能不全になってる。だからね、これからの10年後、20年後の日本の安全、皆様方の有権者の方のお子さん、お孫さんの安全を考えたとき、日本はどうすべきか。本当に日米安保条約を強化すれば、本当に安全なのか。私はね、それでね、それは多分、過去の例を見ると、失敗する。今度失敗したら、おそらく核戦争。皆さんご存知のように核戦争。こうなっちゃう。だからね、もう、戦争っていうのは、ウクライナもそうだし、ガザもそうなんですが、ある一つで突然始まります。いつの時代も、戦争っていうのはね、もう1年、2年かけて、もうそろそろ始めますよって、もうそんなんじゃない。突然始まるもんなんですよ、戦争ってのは。だからね、ある日突然始まるもんだから、いつ始まるか分かんない。もうね、明
通らない。いろんな国がね、例えば核兵器条約作ったでしょ。40カ国が言っても結局ほとんどの核保有国は無視でしょ。結局ね、国際連合ってのはもうね、そういうね、なんていうのかな、今までの強い国がね牛耳っちゃってるから、なかなかね意見通るわけないんだよ。でね、じゃあね、同盟もね、結局ね、おそらくね、おそらくですよ、このままどん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 お互いが強化したらどっかでぶつかる可能性がある。だからね、私はね、もう国際連合もね、もうなんとなれば脱退の方向、もうこれはね、積極的な脱退、意味ないんだから。そしてね、日米安保条約、これもね、今さっき申したように、私はね、白紙に戻す、もうこれしかね、私はね、日本の選択肢ってないんじゃないかと思ってる。というのが、結局安倍とか岸田が結局今さっき申した世界40カ国で核兵器禁止条約っていうのを締結してますが、これにね、オブザーバーとして もう本当に正式な参加もしてない。これはね、アメリカの加算の核に入ってるからもう参加できないと言ってた。これでね、日米安保条約、これをね一旦解消するともう堂々と核兵器条約